質問来てた。お金をかけずにいいものを作りたいです。おすすめの映画教えてください。低予算だけど大ヒット神映画ベスト3、忘れないようにいいねと保存をおすすめします。第3位、ブレアウィッチプロジェクト。撮影はたった8日間で行われた。制作費はわずか6万ドル。伝説の魔女ブレアウィッチを撮ろうと森に入った大学生が行方不明になった。彼らが撮影したビデオが発見されたが、謎の魔女が映っていた。本当に起こった出来事だと信じてしまったモキュメンタリーです。第2位、パラノーマルアクティビ。撮影期間はわずか7日、制作費はたった1万5000ドル。スティーブン・スピルバーグ監督がリメイク権をくれないかと言ったそうです。第1位、コリン。制作費は5800円。ゾンビになってしまった主人公のコリン、記憶を頼りに恋人ローラと暮らしたアパートへ向かう姿を描いた作品。制作、監督、脚本、撮影、編集を一人で務めたプライス監督。お金をかけなくてもいい映画というのは撮れるんです。あなたの知っている低予算だけど神映画はコメント欄へ。みんなの感想も待ってます。